皆さんこんにちは、ハメヌケモチです。本日ご紹介いたしますのはこちら、5人の卓越した技術を持っている職人さんにスポットを当てたという雄一富山5というラグジュアリーシリーズのアイテムの最新作、ポワシーというアイテムを本日はご紹介いたします。ボストン系フレームに仕上げられているポワシーなんですけれども、よく見ていただくとラウンドに近いようなレンズシェイプを採用してフレームデザインでボストン系フレームに見せているという絶妙なデザインバランスに仕上がったアイテムになっております。またフロントかなり肉厚なフレームになっているんですけれども、下リムの部分にですね、コーンアル感を持たせた丸みのあるデザインに仕上げているという、直線と曲面といえばいいんですかね、平面的なデザインと鋭角なデザインと丸みを持たせたデザインを一つのフレームの中に閉じ込めているというのもこのフレームのデザインの魅力になってまいります。また、前作同様にインナーリムを採用したアイテムになるんですけれども、正面からは、前作のディアブロビーコン同様にインナーリムを使いながらも、正面からはインナーリムがそこまで主張しすぎずに角度が変わることによってインナーリムが見え隠れするというデザインバランスに仕上げているというのもこのフレームの魅力になってまいります。このインナーリムも特徴がありまして、クリア系フレームですと分かりやすいんですけれども、これはクリアグレーを採用している4番カラーなんですが、実は平リムといえばいいんですかね、奥行きのある平らなリムにストライプ模様の模様をつけてレコードリムに仕上げてるという、この印象的なインナーリムが実はフレームの中に閉じ込められているという仕上がりになったアイテムになっていて、高級感、ラグジュアリー感を感じさせるような仕上がりになっているというのもこのフレームの魅力になってまいります。なかなかかっこいいフレームに仕上がってるんじゃないでしょうか。今回のこのポワシーも非常に魅力的なアイテムに仕上がっております。実際にかけたところもご覧いただきたいと思います。まずはブラック1番カラーなんですけれども、イエローゴールドとの組み合わせに仕上がっているというカラーになっております。フロントはオールブラックで、テンプルは表はブラックなんですけれども、中がクリアグレーになっている生地で、中の芯金が見えるというようなカラーバランスに仕上がっております。レンズ越しにこのゴールドの芯金が見え隠れするというような仕上がりになったアイテムになっております。かけてみますと、このようなサイズバランスに仕上がっております。ラウンド系のレンズシェイプを採用しながらもボストンのように見えるというこのデザインバランス、そして上方向は直線的な面構成にはなっているんですけれども、下リムのこのコーマル感、絶妙な柔らかさ、ソフトさを作り出しているという魅力的なフレームに仕上がっております。そして正面からはインナーリムがそこまで主張すぎることなく、角度によってこのインナーリムが見え隠れして高級感を感じさせる仕上がりになっているというのもこのポワシーというフレームの魅力になってくるんじゃないでしょうか。なかなか使い勝手のいい魅力的なアイテムになっております。ラウンド系フレーム、ボストン系フレームをお好きな方に非常に魅力的なフレームに感じていただけるアイテムに仕上がっているかと思います。そして2番カラーはブラッククリアというカラー名がついたアイテムになっております。正面からはブラックに見えるんですけれども、裏側がクリアグレーになっているという生地になっておりまして、このレコードリムが見て取れるというアイテムになっております。テンプルは先ほどの逆側に配置されているアイテムになっていて、今度は芯金が見えるようなデザインバランスになっているというアイテムになっております。中の芯金はシャンパンゴールドが使われているんですけれども、シルバー系にも見えるというのもこのカラーの特徴になってくるかと思います。かけてみますと、正面からはブラックのように見えるんですが、裏地にクリアグレーを使うことによって、どこか軽やかさもすっきりとした印象も作り出せるというのがこのブラッククリアというカラーの魅力になるかと思います。なかなか使い勝手もよくかっこいいフレームですね。テンプルの横顔でこの芯金が見えるというのもかっこいいですし、少し透けた生地になっておりますので、このレコードリムが見え隠れするというのもこのカラーの特徴になります。ただかけていて実際にこのレコードリムが見えるのかというと、本当に下を向いた時しか、そこまで主張すぎるということはありませんので、さりげなく高級感を感じさせる仕上がりになっている。そして手で持った時にこのストライプの
レコードリムが見えて、この高級感を感じさせるフレームになっておりますので、実際には所有した方が本当に満足していただけるような、所有感を満足させるような、そんなカラーに仕上がっているというのもこのカラーの特徴になるかと思います。一番人気カラーになるんじゃないかなと予想しているカラーになっております。そしてこちらの方はデミカラーですね。先ほどの、ブラッククリアと比べますと、中の芯金はそこまで主張すぎるということはありませんので、濃淡がある生地なので、ちょっと透明感のあるところでようやくレコードリムが見えるのかな、どうかなというバランスに仕上がっているというのも特徴になります。かけた時に落ち着きを感じさせるような品のいい仕上がりになっているというのがこのデミカラーの特徴になるんじゃないでしょうか。ブラックだとちょっと強すぎるかなという方に、このデミカラー落ち着きを感じさせる品のいい仕上がりになっているというのがこのデミカラーの魅力になるかと思います。なかなかかっこいい仕上がりのフレームに仕上がっているんじゃないでしょうか。そして先ほど見ていただきましたクリアグレーですね。このイエローゴールドとの組み合わせも相まって、非常にラグジュアリー感を感じさせるようなフレームに仕上がっております。かけてみますと肌なじみのいいクリアグレーになっておりますので、品よくさりげなくゴージャス感を演出できるようなアイテムになっているというのがこのカラーの魅力になるかと思います。中のレコードリムなんですけれども、実際には正面からはほとんど感じさせずに、本当に角度によってこのレコードリムが見えるのかな、どうかなというバランスに仕上がっているというのもこのカラーの魅力になるかと思います。こちらのカラーも実際に所有する方の満足感を高めるようなフレームになるかと思います。他の方々とは違う何か魅力的なものをないかなというふうにお探しの方に、こちらの方のカラー魅力的に感じていただけるんじゃないでしょうか。本日ご紹介させていただきましたのは、サバエにいらっしゃる卓越した技術を持った5人の職人さんにスポットを当てたという、プレシャスシリーズの雄一富山5の最新作ポアシーというアイテムを本日はご紹介いたしました。ぜひ楽しみながらお選びください。どうぞよろしくお願いいたします。本日は以上です。